皆さんこんにちは。スケバン刑事でおなじみの斉藤由貴さん、病院の前で精神崩壊で大号泣、緊急逮捕の真相、ドラマが緊急で降板された理由、現在も独身を貫く理由といったさまざまな謎について紹介します。まずは斉藤由貴の経歴とプロフィールから紹介します。斉藤由貴は日本の女優、歌手、作詞家、ナレーター、本名は追ゆき、旧姓は斉藤、神奈川県横浜市南区出身、東宝芸能所属、所属レコード会社はビクターエンタテインメント。斉藤由貴は1966年9月10日に横浜市神奈川区白楽の産院で生まれた。両親は共働きで、父はもともとは家具職人であったが、結婚後に母方の家業である水島帯裁縫店の職人となった。父は礼儀作法や言葉遣いに厳しく、廊下の壁には家訓などの家のルールが貼られていた。一方母は娘を束縛しない方針であったようだと斉藤は語っている。自宅は店舗の2階にあり、両親の働く姿を見ながら育ったことが浮き沈みの、激しい芸能界で仕事をしていく上での心構えに結びついたかもしれないと斉藤は述懐している。子どもの頃は神経質かつ引っ込み思案で、学校に友達が少なかったが、家で鏡に映した自分と時には物語の登場人物と見立てて話すと不思議にうまく喋れていたことが後の俳優業につながるとともに、そうした閉じこもりがちな生活を心配した家族が口述する週刊少年マガジンのコンテストにスナップ写真を送って応募したのではないかと回想している。高校在学中は漫画研究会の部長を務めていた。1984年第1回東宝シンデレラオーディションのファイナリスト、同年の少年マガジン第3回ミスマガジンでグランプリに選ばれ芸能界入り。同年10月には明星食品青春という名のラーメン胸騒ぎチャーシューの CM が話題を呼び、テレビ初登場。翌1985年2月、時代だって雪に染まるというキャッチフレーズのもと、キャニオンレコードより卒業で歌手デビュー。同曲はオリコンで最高6位を記録、約35万枚のヒットとなり、85年デビュー組のアイドルの中でも別格の存在となる。同年神奈川県立清水が丘高等学校を卒業している。2001年、空の母様で第27回菊田一夫演劇賞を受賞。音楽番組クリスマスの約束のナレーションを2001年から2016年まで担当したほか、ドキュメンタリー番組など数多くの番組でナレーターを務めている。2006年5月、工藤官九郎脚本の主演ドラマ我が輩は主婦であるでは、コメディエン抜き劇女優ぶりが高い評判を呼び、改めて注目される。我が輩は主婦であるは2006年度6月ギャラクシー賞月刊賞を受賞。またザ・テレビジョンドラマアカデミー賞で斉藤は主演女優賞2位、作品賞3位を獲得した。2008年3月8日、パルコ劇場にて単独では結婚以来13年ぶりのコンサートを開催。チケットは即日完売となり、翌日に追加公演を行った。以後コンスタントに歌手活動を再開している。2010年4月、黒木瞳、高橋克典、斉藤由貴、三上博史、主演ドラマ同窓会ラブアゲイン症候群に出演。2012年4月には韓国版ドラマラブアゲインも放送された。2011年2月にはデビュー25周年を機に制作されたニューアルバム何もかも変わるとしてもをリリース。2014年、同時期に工藤官九郎脚本の青春を描く学園コメディドラマごめんね青春に出演。三谷幸喜が初めて女同士のバトルを描いた舞台紫式部ダイアリーに長澤まさみと二人芝居で共演し、全公演のチケットが即日完売となった。2016年1月、三谷幸喜脚本の NHK 大河ドラマ真田丸に出演。12月24日には第42回ラジオチャリティーミュージックソンを25年ぶり2度目のパーソナリティー1を務めた。2017年1月、ドラマお母さん、娘をやめていいですかでは、第7回コンフィデンスアワードドラマ賞助演女優賞を獲得し、同年6月、第8回岩谷時子賞岩谷時子特別賞を受賞した。
同年7月にはドラマカンナサーンで初のおばあちゃん役を演じた。 NHK は2017年9月21日50代医師との不倫騒動の渦中にある女優斉藤由貴が次期大河ドラマ西郷どんの出演を辞退したと発表した。斉藤は徳姫の教育係生島の役で11月から撮影に入る予定だった。同局によるとこの日斉藤の所属事務所から出演辞退の申し出があり、同局で検討した結果出演は難しいと判断したという。代役については早急に選考を進めるとしている。斉藤の関係者は辞退の理由について厳しい意見が NHK に寄せられており、これ以上迷惑をかけられないと説明した。2017年に開業医の X 氏との不倫疑惑が報じられた。俳優斉藤由貴が2023年10月 X 氏のクリニック前で警察沙汰の騒ぎを起こしていたと報道されました。これを受け出演中の連続ドラマ一番好きな花への影響が心配されている。記事によれば斉藤は10月28日の午後8時ごろ X 氏のクリニックの玄関で入れて閉めないでなどと叫んだり泣き崩れたりと狂乱状態に。現場にはパトカーや救急車も駆けつけたといい、斉藤は警察に事情を聞かれていたという。2018年2月是枝裕和監督映画3度目の殺人での演技が評価され、32年前の新人賞以来のブルーリボン賞助演女優賞受賞となった。斉藤本人はこんなに年月が経ってからまたもらえるのが夢のような、思いがけないプレゼントだとスピーチした。また第27回東京スポーツ映画大賞助演女優賞も受賞した。2019年1月富士系連続ドラマスキャンダル専門弁護士に出演。同年には三谷幸喜の映画では初参加となる記憶にございません。オンダリクの短編小説の映画化ミツバチと遠雷、時は四郎監督長編映画デビュー作最初の晩餐など話題作に相次い出演している。2020年3月映画最初の晩餐で第34回高崎映画祭の最優秀助演女優賞を受賞した。作品は4部門受賞の最多受賞を達成。2021年1月第32回日本ジュエリーベストドレッサー賞50代部門を受賞した。2月21日デビュー記念日には卒業から11作連続でシングルの編曲を手掛けた武部聡プロデュースによるデビュー35周年記念セルフカバーアルバム水響き曲がリリースされた。チケットが全て即完売となったことを受けて追加公演も急遽行われた。2022年9月東宝ミュージカルシンデレラストーリーが初演から17年ぶりに再演された。引き続き斉藤が作詞を担当した楽曲が使用される。なお主演には斉藤の長女である水島凛が務めた。また水島は舞台初日である9月6日に斉藤のアルバムチャイム収録曲予感をカバーして歌手デビューを果たした。2023年デビュー記念日である2月21日には12枚目のオリジナルアルバム何もかも変わるとしても再リリース。斉藤由貴が2024年2月27日放送のフジテレビ系突然ですが占ってもいいですかに出演。自身の女優人生を振り返った。この日転生術師の星ひとみさんに18歳が転機と言われると、18歳の誕生日の時に初めての CM 撮影をやってるんです、セーラー服にコートを着て赤いマフラーで誘惑してもいいですかって言うと答えた斉藤。21歳で精神メンタルのダウンというのが見えてと言われると、そうかもしれないですねとうなずいた。スケバン刑事と朝ドラとどっちが先か忘れちゃったけど、自分に合わない仕事って感覚が強くて自分の心に沿わないセリフを発しなきゃいけないってことで悩んだ時期はあったかもしれないと続けると、私も一応アイドルをやっていたので夜中の2時にスタジオ入りして今日中に帰ってくることがないってのが連日で1年以上続いたんですね。週に1度とか10日に1度くらい夜中に家に帰るとただひたすら泣くっていう時期が多分そのくらいの時期だと思うと明かしていた。また世間では離婚するだろうと思っていた方が多かったようですが、離婚は内容なんですね。というのも斉藤由貴さんはモルモン教の信者であり、モルモン教は不倫はご法度でしたので、
不倫発覚後、斉藤由貴さんはモルモン教を脱退する旨を教団に伝えたそうなのです。するとモルモン教からは、教会のために由貴さんがいるのではない、由貴さんの人生のために教会があるのですと言われたのだとか。つまり脱退しなくていいってこと。さらにモルモン教の教えには、いかなる成功も家庭の失敗を償うことはできない、家族をおあごちょにすることとあるので、現在もモルモン教の信者でいるならば離婚はしなくていいというか、離婚はダメということのようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。